アンヌルイジロデイコールトリオツォンの1819年の絵画、ピュグマリオンとガラテア。ルーブル美術館所蔵王。ジャンレオン・ジェロームの1890年の絵画、ピュグマリオンとガラテア。メトロポリタン美術館所蔵王。ピュグマリオンは、ギリシア神話に登場するキプロス島の王である。長母音を省略してピュグマリオンとも表記される。現実の女性に失望していたペグマリオンは、 ある時自ら理想の女性、ガラテアを彫刻した。その像を見ているうちに、ガラテアが服を着ていないことを恥ずかしいと思い始め、服を掘り入れる。そのうち彼は自らの彫刻に恋をするようになる。さらに彼は食事を用意したり話しかけたりするようになり、それが人間になることを願った。その彫像から離れないようになり、次第に衰弱していく姿を見かねたプロディーテが、 その願いを入れて彫像に生命を与え、ピグマリオンはそれを妻に迎えた。映画、マイ・フェアレティの下敷きになったジョージ・バーナード賞の儀曲、ピグマリオンはこの伝説に罪を取ったものである。また、和田真二のファンタジー漫画、ピグマリオでも、石になった精霊ガラティアというモチーフが用いられている。ありがとうございます。